っちゃ冬感ある。本当こたつの中におるけんね。私は今ふさふさが高そう。そうこれあったかいんですよ。みんな明日は福岡ですか？今日誕生日です。お、波よいクジラさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデー、おめでとうございます。こんばんは。紅がいい。このね最近買ったんですけど、このリップあのねあれなんですよ、その人の明るくしてきた、その人のなんか pH なんかその時の水分量とかに合わせて色が変わるやつで、そうだから今日はこの色なんだって。こんばんは。最近アイラインが長めなんですよ。どう？みちさん今日は私の誕生日です。あ、もくもくさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。もく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 。さっきのポストのみちさんの声でめっちゃ好き。え、嬉しい。前髪上げるのもよくない？昔の不老不死のリップみたいな感じ。あ、そうそうそう。今日なんかめっちゃタバカンまつげみたいになってるな、こっち。今日は撮影をしてきました。僕も今日誕生日。めっちゃ生まれるやん。しゅんさん誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでしゅーん。こんばんは。めちゃくちゃいい。ほんと？いい感じ。今眉毛が綺麗だからね、とっても。アイライン長めお姉さん感強めな感じ。あ、ほんと？セプトから少しお化粧が変わった。あー、なんか今回セプトさんのあのメイクさんがね変わったの。そうドリテラから、だからその方に教えていただいたメイクテクニックを使ったりしてるので、そう新たなテクニックを仕入れたことにより、なんかシェーディングのやり方とかさ教わったんですよ。いいメイク道具とか邪険かもしれない。前髪が伸びたんよね。おめでとうみんな。松パーまだ続いてる。でもねだんだん取れてきてますね。なんか散らばりよる四方八方に。博多駅前はクリスマスマーケットでめっちゃ綺麗ね。一回行ったことあるんですよ、博多駅のクリスマスマーケット。めっちゃいいですよね。ホットチョコレート飲んだ記憶がある。ユミリンと行った。行きたいな私も。今年もって言っても前行ったの3年前ぐらいじゃろうけど。今みことちゃん見てた。お、嬉しい。大人っぽくなった。アイラインをねなんか
垂れさせて横に流してるから多分大人っぽく見えるんですよね。うん、後ろのドアか。やばい、でもおでこ広いからさ、ここまで出したらねダメなんですよ。こんぐらいでとどめとくのがちょうどいい。今日は髪型もね素敵なのメイクさんにしていただいたから。それでは壇上を読みます。13位一旦座ってもらっていいですか。3、12位和則さん、11位ひょうさん、10位あおさん、9位長谷川さん、8位恋してカープさん、7位ムームーさん、6位福山のあきさん、5位もくもくさん、4位かべちゃんさん、3位井上よしひろさん、2位ブルーさん、そして1位はドルルルンチャジャンゆきさんでした。ありがとう。ラキナバ22はドルルルンチャジャンバンバンさん、 Thank you。 またね、良い週末を。